おはようございますす7月8日速化塾の久保です今後の予定をお話ししていこうかと思いますまず本日なんですけども本日はね私あの検診なんですよね病院の方に行って、えー、多分ね今日エコーをやると今度生まれてくる子供の性別がわかるんじゃないかなと思うんですよね性別が分かりましたらまたご連絡申し上げます個人的なことですいませんで えーと8日が終わると今度は1213ですね、えー、こちらは下杉の方にちょっとお邪魔することになります岡山県下杉港ですねで7月15日21時からあインドネシア東南アジア金融ライブがありますこちらの方もうおなじみになりましたけども価格差とか金利差っていうのを利用して本当にね無労働で高い報酬を得ていくというビジネスモデルがあります、えー、これがですね、えーまあ、たくさんあるんですけどそのうちの一つが銀行預金です 日本の銀行口座お金預けておいてもはっきり言って手数料取られたらマイナスですよね、えー、でもね年年間の金利が5%を超えるようなところ5%を超えるような銀行だったら預金しといても損はないんじゃないかなと思うんですよはいそれでね海外の銀行なんて危ないんじゃないかなと思う方よく考えてみてください日本人は日本の銀行を信頼して日本の銀行を預けますよねフィリピンの方は外国の銀行は危ないんじゃないかなと思ってフィリピンの銀行を預けるんですよ アメリカの方は外国の銀行危ないんじゃないかなと思ってアメリカの口座預けるんですよそうなんですよね自国の銀行が一番とどの国も思ってるんですよということはですね私たちがそういうふうな自国の国銀行 B 期をなくして本当の意味でグローバルな視点を持てばですねで世界中のどの銀行に預けても大差ないってことに気づくんですよもちろん政情不安な国とかね紛争中のところは除きます、まあ、発展途上の国っていうのは戦争が起きないように 正常が不安にならないようにものすごく、ね、みんなで協力する国だと私は思いますし周辺の国が投資している国でもあるんですよ、まあ、そういった国にお金を預けることによってこれからの経済成長というものプラス銀行金利というものプラス、えーまあ、通貨の、ね、強さというものもこれからついてきますのでトリプルでおいしい銀行金利が東南アジアかなと思うわけですよねで私はインドネシアの方に預金をどんどんしてますけどもこちらの方もね毎月金利が生まれてきます す、うん、すごいい速度だと思いますあのはっっきり言ってねあのこの金利さえあればあの多分、労働報酬が追いつかなくなるんじゃないかって感じですね。月に20万円稼ぐのはもう毎日のように労働を投下しなければなりませんけども銀行金利の毎月20万の収入っていうのはですねある程度の金額を置いておけばそれで終わりですからある程度の金額ができれば。 もうそこまではね、まあ、労働かもしれませんけども、ある程度の金額ができれば、あとは人生ゴールインということになってしまうんですね。はい、次です。えー、7月20日はご訪問の予定がありますねで。7月22日、宝塚北サービスエリアで15時から、2034フェスですね。こちら、特に参加料もいりませんし、手続きもいりません。ただ、私と吉谷さんが宝塚北サービスエリアで R34 と、 ナイト2000とと並べているだけということでございます <laughs>、まあ、ご一緒してね、えー、暑いと思いますんで皆さんお気をつけていらしてください、えー、で7月23日はその帰り道に西アークラソ村の方に寄らせていただきます、えーまあ、西アークラソンでねどんな暮らしがそこで行われているのか人口1500人95%が森林に囲まれた林業の町というふうに聞いています町ではないですね村ですね こちらの方でねどんな出会いがあるのか私もワクワクしております7月27日は関西空港入りしますので、えー、っとアポイントメントね取られてる方が既にいます私がねチェックインするホテルちょっと大きめになってますんでそちらの方でもいいですし近くの飲食店でもいいですんでちょっとねご一緒できれば幸いでございます はいえー、関西空港ホテルになりますねで7月28日からインドネシアの金融ツアーになっておりますこれから、ね、8月1日に日本に帰ってきますそっか塾の塾生さんもなんか20人ぐらいかな一緒に行くみたいなんでもうかなり楽しみですねこれもね盛り上がるんじゃないかなと思いますネオ、えー、FP もご一緒されていますんで、えー、また一緒に楽しんでいきましょうそれからちょっと先になりますけども8月25日はえび、ー、な ね、こちらの方に伺おうかと思います海老名に行く、まあ、ついでであれなんですけどもうん、まあ、関東周辺もう1箇所ぐらい寄ってですね、えーまあ、どなたかとご一緒できればなと思います、まあ、この8月の25日周辺の予定につきましてはちょっと流動的になってますけども海老名はなんとかお邪魔できるんではないかなと思います、えー、今回の放送は以上ですでは失礼します